マジェスティックはホワイトスターラインが運行していた定期航路用客船。もともとハンブルクアメリカラインのビスマルクとして寄港されたが第一次世界大戦勃発により工事が中断しイギリスに引き渡されマジェスティックとして竣工した。マジェスティックの船名はホワイトスターラインでは先代マジェスティックについで2代目であった。 客船を引退後、イギリス海軍の停泊練習船カレドニアとなった。ハンブルクアメリカラインのアルベルト・バリーンが構想した5万、ソートン級客船3隻による来た、大西洋航路サービス用として、インペラトール、ファーダーラントに続く3隻目として建造された。本船の建造所は、ドイツのブロームーンとフォス社で、1914年6月20日の浸水式で、 夫・フォンビスマルクにちなんで SS ・ビスマルクと命名された。命名者は夫の孫娘ハンナ・フォンビスマルクであった。しかし、第一次世界大戦の勃発により偽装中だった元船は工事が中断し、未完成のまま戦後賠償としてイギリスに引き渡された。ブリタニックの代償としてホワイトスターラインとキュナードラインの共同所有。 ホワイトスターラインが使用試験を持つ形でマジェスティックと改名。仕上げ変更書をブロームーンとフォス社に渡し1922年総トン数56,551トンの世界最大の客船として竣工したが造船所はホワイトスターライン仕様ではなくハンブルクアメリカラインの塗装で選手と船尾にビスマルクの船名を書き込んで完成させイギリス側選手の怒りを買った。 これに先立つ1918年11月9日、戦争回避を国王に強く主張したが聞き入られず、敗戦で育て上げた戦隊の解体に悲観したアルベルト・バリーンは自ら命を絶っている。竣工後、ホワイトスターラインの運航で北、大西洋航路に就航。1922年から1934年まで同社のフラッグシップとなった。 1922年5月に諸女公開を行い最も人気のある客船の一つとなり、1923年には最も多くの乗客を運んだ北大西洋航路客船となった。また、1924年、1926年、1928年、及び1930年も本船は姉妹船よりも多くの乗客を運び、 マジックスティックのニックネームを送られた。1924年12月には船体200フィートのひびが発生して修理を行い、1925年には北大西洋航路で自己最速の平均速力25.0ノットを記録した。1934年ホワイトスターラインとキュナードラインの合併により誕生したキュナードホワイトスターラインに移籍し、 1936年に引退するまで運行された。本船は客船として引退後、イギリス海軍に売却され練習船に改造されて、カレドニアと改名。1937年ロサイスで士官候補生1500人を収容する停泊練習船となった。1939年9月29日、火災事故が起こり着底し全損。 1940年3月スクラップとして売却されたが、1943年に完全に、ありがとうございます。